しないという時間を楽しむように。 Just for you, ママラジ。もしもし、今夜も始まりました、 Just for you, ママラジ第3回です。ドン引きですか？いや、まあ第3回ということで、オープニングテーマ曲もだいぶ定着してきたかな。今ね、テーマ曲流れてる間、ずっと一緒にね、まあセリフっていうか、途中あるじゃない。猫は今日もとか一緒に言ってて、なのでずっとね、そのまんまできたので、最初がもしもーしになっちゃったんだけれども。ね、うん、一緒にセリフとか言ってくれてる人いるかな？一人ぐらいはいるかな？いろいろ楽しんじゃってください。というわけで、今日第3回目なんだけれども、まあ、前回ね、愛媛県のその和音のことにね、ついてまあお話をして、まあ、結構皆さんからもいろいろね、面白い話をいただいて、うん、楽しいなと思ったんだけれども、まあ、結局、自分の中でその和音っていうのが、うん、まあどう解決したかみたいな、なんとなくこう言いっぱなしだとあれなので、まあ、自分の中ではその言葉っていうのが結局母音でつながってるっていうか、あいうえおの母音で、うん、でつながってるっていう風に、まあ、考えると、自分の中ではまあこれからのこう喋り言葉とか、歌う時のね言葉とか、まあ、全ての発音についてなんとなく納得するっていうか、例えばこの前言った秋川さんの「あの大きな空を」っていうね、うん、あのことも、例えば「大きな空を」っていうのが「おお」「き」の母音が「い」だよね。おおいなはあ、おいあおあおかな、うん、おあおってなるよね、うん、だからあおおいあおあおって言うじゃない。でそういう母音でつながってて、そこにあの大きな空をあおあうおっていうあおわかる？何言ってるかわかんないっていう。いやでもね、これね、クラシックのそのまあ勉強するときに、結構クラシック母音でつながってる感じなんですよ。うんうん、だからそういう練習をするのね、うん、まあ先生によっても違うと思うけど、私はそういうこともやってきたので、まあ、これはクラシックに限ってっていうかだと思うんだけれども、その響かせ方がね、うん、普通のそのポップスとか歌う時にはどうですかね、うん、そこは取っ払うかな。だから結局、だからちょっと話違う方向行っちゃうかもしれないんだけど、でもまあつながりなので話したいんだけれども、その私、まあそのクラシックの歌を勉強していて、でそれでまあ今ポップスとかいろいろ歌、ロックとかね、うん、歌って、でやっぱりそのジャンルっていうのがあって、でその基本そのクラシックの勉強してるので、そのポップスとかロックを歌う時にはやはり今までその自分がやってきた勉強っていうものを全部なくさなきゃいけない部分があるわけですよ。うん、本当に真逆なことをしないといけないっていうか、でもしないといけないって思うとあまり良くないので、自分の中では分かりやすかったのが、クラシックこうだったけど、そのポップスの時には逆すればいいんだって思って、そういうふうな切り替えをしていくと割と分かりやすかった。なのでまあそのクラシックが基本っていうわけではないけれども、一応その基本の部分をやってると、そのいろいろ広がっていくっていうのは
そういうことにもつながってるのかなと思って、その何か解決の糸口だったり、そのロック歌うってどういう風にそういうもおかしな話なんだよね。でも私はクラシックやってるから、ロック歌うのってどういう風に歌えばいいんだろうっていう風に少し考えないといけない。でもそこは逆なことを、例えば喉を開けましょうっていうのが少し閉めてみるとか、あのこの辺りで歌うのがこの辺りって、その喉の上上下とか、なんかそういうことを、あと発音だね、今回テーマになってたのが発音のこともそうで、そういうふうにいろんなことを一つ一つが違うの で本当にそれはでも自分にとってすごく楽しいことだし、興味深いことだし、でも実際まあ大げさに言うと苦しんだ部分がすごくあって、まあね、あの何度かもうできないかもって、あの私結構あの体がすぐ反応するので、こうツツツツってあの頬を冷たいものが流れたりとかするんですよ。おかしな話ですけどね、そう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 、だからね、何度かそういうこともな、初め本当に分かんなかったので、まあそれを苦しんだというとあれだけれども、でもある時に、あ、逆考えてみればいいっていう風になって、それでなんかそういうところからも来てるので、話本当少しずれてるかもしれないけれども、そのカバーを終えて、次のところに来た時に、それまでやってたところのじゃあもう一つ次みたいなところに今来てて、面白いなっていう、なんか固く言うと、まあ、基礎からこうなんか応用編に行ったみたいないろいろ広がるのね、やっぱりね。一つ基盤があると、そこからじゃあどういうふうにしていこうかみたいなところをやっぱり探っていくっていうところ、でそれはそれは別にそのそういうふうに歌いたいとか歌おうとかっていうのではなくて、こういう歌を歌いたかったり、これをみんなに表現したい伝えたいから、じゃあどうしたらいいかっていうところを考えてると、突き詰めて考えるとそういうことになるっていう、どういうふうな声にすればいいかとか、歌えばいいかとか、発音にすればいいかとか、ね、発声にすればいいかとかっていうふうなことを、ちょっと話深くなりましたけど何言ってんのみたいなこともあるかもしれないけれども、まあ、結局そういうことになったので、このそのマツコ・デラックスさんのあの夜更かしの和音の話から、なんかすごく自分としてはいろいろ本当に、まあ、話せばキリがないんだけれども、そんなこともいろいろ思ったっていう話なのですね、そう、みんななんかこうどんな話聞きたいなとか思ってるのかな。音楽の話とかだと、まあ本当にまあ自分は割とまあ教えてる立場でも、もう結構教えてる立場でもあるので、音楽の話をするといろいろ、もう数限りなくは出てくるんだけれども、なんかみんながどんなことに興味があるのかななんていうことは少し考えているかな。で、まあ、まあ一つそれに絡ませてっていうか、私最近その SNS 見てくださってる方は、って思ったと思うのが、そのバスケットボールなんでみたいなバスケットボールしてるじゃないですかいきなりね、これ絶対ダメなやつねえ、ですよね、絶対ダメですよね、 NG ですよね、普通に考えたら。でやっぱりもう第一番が突き指、あと体ね壊しますよね、怪我が多い、とにかく怪我が多いので NG で、まあ、それは本当にね、そうなんですそうなんですっていうか、
やっぱりもちろん私あのちっちゃい幼稚園の頃からあのピアノをねずっと習ってたので、あのやっぱりそのそういう時になるとそのバスケットしたい、私体を動かすのがとにかくちっちゃい頃からもう大好きだったので、あの本当に単純に体を動かすのが好きなので、あの男の子相手にいつも遊んでたんだけれども、あの一緒に走ったりボール蹴ったりとか、うん、やってたんだけど、うん、だからあのどっちも好きなのね。でもその賑やかな人ではないうん、あの一見すごくその言ったらおとなしいって言われるタイプの子なので、まあ静かなおてんばっていうふうに言われるっていう、うん、でだからそんな感じなので、まあ本当運動会とかも本当に率先してすごい好きだったし、うん、リレーの選手もずっとやってたし、うん、だからやっぱりもちろんそうなので、ピアノもやりながらその体も動かしたいと、そしたらあの、ね、バスケットとかもあの小学校の、ね、高学年ぐらいからそういうのをやってたので、あのやりたいですよね、中学生とかにもなっても。そうするとピアノの先生とかは絶対ダメですよね親もね、本当に。だからあのピアノの先生もえって感じで、すごくあのいい顔しないうわやばいっていう感じ、あの親も、まあ、すごく、うちの父なんかも、まあ、本当にね、あのピアノ弾いててほしいみたいな感じなので、なんでだみたいな、うん、であのまあやっぱりある時すごく反対されてて、だけどやりたいですよね、うん、で反対されてたので、でうちの父があの一応料理人っていうか料理人で、であのね、あの家で冷凍のサバカチカチに冷凍したそのままの原型のままのサバ、カチンカチンになってたやつがあったんですよ、うん、あって、それであのなんかそういうね、もうそんなことばっかりやってみたいな話を、なぜかなんかその冷蔵庫の前みたいなところでしてた時に、なんかもう父親がもうガーカーッとなって、あのそのカチカチの冷凍のサバで私をカーンって、うん、もうかなり痛かったですそうそうそう、冷凍のサバ痛いよまあね、うん、あの職人気質だし、あのね、まあ皆さん一度ぐらいはそういうことあるかなね、うん、まあそういうことを通ってきたわけですよ。でピアノの先生からもね、もうある時にあのね、まあ、あなた趣味でやってんでしょみたいなこと言われたりとかするわけですよ。結構きついことをこうね、しらっとこう言われるっていう、うん、うん、まあでもだからそこでやっぱりやめざるを得ないっていうか、うん、やめちゃったんですね、うん、でまあもう本当にそこからやっぱりちゃんと音楽大学に行くっていうふうにもう決めて、うん、それでまあやっぱ音大に行くとかいうとなると、まあできるだけね、まあ いろいろでしょうけれども、まあ早い方がいいよね、決めるのはね、うん、だからあのもうそこでやめて、でそれでもう音大に行きますってことにしたんだけれども、うん、だけど今やっぱり時代ね、で私なんかも生徒さん教えてて、あなんか本当に時代変わってきたよなって、何年か前にもう本当いろいろみんな、うん、やってるから、今でもそれはやっぱりまあ普通っていうか、やっぱりいろんなこと経験した方が、もう私なんかの場合はちょっとのめり込むタイプなので、周りがね危険を感じてね、あんまりやらせるとっていうふうにこう止める方向にね行くので、うん、だからもうしょうがないんだけれども、でもやっぱりその経験っていうのはちっちゃいうちから、あのもちろんその英才教育で、ね、もうこれだけやってもう絶対これでっていう風なやり方ももちろんね、そうしないとできないっていうことを
もあるんだけれども、だけども、うん、やっぱりいろいろ見てきてやってきて思うのが、やっぱり幅広くやってるっていうのはすごく、うん、いいし、長い、本当に長い目で、そのもう人生というね、長いもので考えた場合には、やっぱりちっちゃい時にやったことが、こういつそれがね、まあ、役に立つっていうか、そういうものが自分を助けてくれることになるかっていうのがね、あるので、やっぱりいろいろやってた方が、何で人生救われるかわからないっていうね、もうちっちゃいことでもいいから、あれがあったかなとか、うん、あこんなこともしたなとかっていうものが少し ある人の方が、まあ豊かなね、時間を過ごせるのかなっていうふうに今思って、うん、まあ本当に、うん、やっぱりこのコロナのね時期も経て、皆さん考え方もそこからまたもう一つ変わったね、うん、本当レッスンしてても思うんだけれども、ここ何年かは本当に皆さんのそのね考え方っていうのがすごく変わってきたなっていうのを感じるかな、うん、だから音楽とか、うん、ピアノだけに限らず音楽とかね、うん、まあ、そういうものに、まあの向き合い方とか接し方がもう本当に様々で、うん、それぞれで、うん、だからもう私なんかもレッスンしてても、もう本当一人一人にも本当にこう対応していくっていうか、それぞれのね考え方とか、うん、こっち私もすごく多分広くなってきたと思うので、考え方がね、うん、だからそういう風にいろいろ人って変わっていくのかな、世の中って変わっていくのかなっていう風に思って、うん、でも本当いろんなことを少しずつこうね小さい時にはやってた方がなんかいいかななんて、うん、いろいろやるっていうことは、まあでも本当いつからでもチャレンジっていうのはね、もう思い立った時から、うん、やった方がいいななんていう風に思ってまあ気をつけながら基本はね私も音楽やってるので気をつけながらだけど、まあこれからはいろいろね、うん、できることを自分が持ってるものは、まあ、全部出し切った方がいいなみたいな感じでやってるので、うん、よろしくみたいな感じです。はいそう、じゃあまあ今日はこんな感じで話しましたが、そろそろ曲いきますかね。ですね、今日はジョン・レノンさんのラブをお届けします。はい、この間っていうか数ヶ月前ぐらいだったかな、あれビートルズのディズニープラスのでビートルズのね、ゲットバックかな、うん、ドキュメント映画、あれを見て、なんだちょっと一言で今言えないんですけど、すごくもう本当に俗な言葉で言うとすごかった、うん、ちょっとここ今ここで言うのはあれだけど、レコーディング風景、貴重な本当にレコーディング風景、その当時の、うん、これ曲かける前に喋っていいのかな、大丈夫かな、いいかな、大丈夫かな、うん、本当にその当時のレコーディング風景なかなか見れないし、あとそのまあ少しなんか違う目で見ると絵面がなんだろう、すごいおしゃれっていうか、今見るとこれって今なんじゃないのっていうぐらい、ものすごく映像も綺麗だし、なんかなんていうかな、あれは本当ドキュメントなんだけれども、ものすごい作られてるような気もするような、なんか全てがすごいなっていう感じの、もう一つ一つがまあおしゃれなところもあって、まあ私なんかこのそのレコーディングしてる時の、うん、そうそう、マグカップとかカップ一つとってもその飲み物の瓶とか、うん、一つ見てもすっ
っごいおしゃれで可愛いとか、私あのレトロモダンとかレトロポップっていうのがすごい好きなので、あのすごい興味があるんだけれども、あともうあの服装ですよね。ファッションがもうそのリンゴスターとあのねジョージがやっぱりすごくおしゃれなのかな。あれはもうなんていうか色使いとか、うん、着ているものが すごかった。もうびっくりで、もう本当一言では今言えないけど、まあもちろんあの屋上のね、あ、うん、最後のライブ、もうなんかもうすごかったですね、あれは。うん、もうすごいしか私今言ってないと思うけどすごかったもう以上本当そんな感じ。だから、あ、見てよかったなと思って、まあ、その中でその小野陽子さんが常に隣に、ジョンの隣に、もう何も語らず、何をするわけでもないんだけれども、もう常にあの雰囲気で座ってらっしゃる。で途中ちょっとこうね、あの2人の世界に入ってしまうっていう、それをこう、あ、目の当たりにできるんだっていう、その不思議さも見ていて、なんていうか、なんとも不思議な気分になったけれども、なんかあれもう一回見たいかなっていう気持ち。結構長いね、7時間ぐらいあるの、すごい長いドキュメント映画なんだけれども、いやでも本当にあの、もうずっと見てたらどん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 引き込まれるので、まああっという間の時間っていうふうにも捉えられるんだけれども、まあそれを見て、またねジョン・レノンのそのラブを弾いてみようかなって思って弾きます。そういうね、あのドキュメント映画を見て、まあジョン・レノンさんとその小野陽子さんのね、その今までこう本当に普通にしているところを見て、すごくもう本当感じるものがあったので、あ、こんな感じなのかっていうのをもう本当に見せてもらったっていうか、まあそういうものを映像を見て、まあ、目からもね、見て、でそれでいろいろ自分で感じたことを、まあ、皆さんに伝えたいかなっていうふうに思います。はい、それでは、今日はジョン・レノンラブをお届けします。聞いてください。
ジョン・レノンさんのラブをモモネコの演奏でお届けしました。先ほどもね言ったんだけれども、そのビートルズのゲットバックを見て、まあ映画をね見て、もう一度ねそのジョン・レノンさんのラブを聞いてみて、まあ最初のねところのイントロのね、あの音、とてもねヴィンテージな感じの音だったので、まあ今日は私の演奏も全体にねそういう少しヴィンテージな音でお届けしました。はい、というわけで、本日はこれぐらいにしておきましょうか。前回のね放送で言ったそのバレーヒルズの第3弾ですね。まだかまだかまだなのかみたいなタイトル言っときましょうか、言っとこうかなね、タイトルぐらいは言っとこうかな、もうね、バレーヒルズ第3弾新曲はタイトルはドルルルルルちょっと、回ってない？トゥルルル、あれタラララララララまあドラムロール入ったと思って、キャッチミーナウチェックミーナウちょっともう一回やドラムロールでいやちょっとこれはやっちゃった、ドラムロールで動揺したやっちゃった自分たちの曲間違えるかあるある、いやあるあるじゃないってこんなスタートで大丈夫かなチェックミーナウですね、チェックミーナウです、皆さん覚えてください、チェックミーナウ大丈夫ですかバレーヒルズ第3弾新曲はチェックミーナウ、よろしくお願いします、応援よろしくお願いしますこんな私です、こんな私でもいいですか大丈夫ですかこれからもよろしくです。それでは今日はこのあたりで、皆さん今夜も夢で会いましょう。おやすみなさい。